経度180度付近にある国際日付変更線地球が丸いために発生する矛盾に対応する国際日付変更線は日付の更新の矛盾を防ぐために地球の海上に設けられたほぼ経度180度の地点を結ぶ理論上の線単に日付変更線とも言う経度が15度異なる地域ではその国にも夜が1時間だけ現地時刻が異なる場合が多い そこで、旅行者が15度移動するたびに、時計の針を1時間ずつずらしていくと、世界を一周したとき、時刻は正しいが日付が1日異なることになる。これを防ぐため、国際日付変更線を、西から東にまたぐ場合は日付を1日戻し、東から西にまたぐ場合は日付を1日進める。このため、国際日付変更線をまたいだ途端、前日に戻ったり、 計算上一瞬で24時間後になったりする。実際、オセアニアの航空路線の中には、実際の飛行時間としては6時間未満なのに、到着日付が2日後になったり、逆に前日になったりするものも、少なくない。国際日付変更線は、陸上の隣の町や村で、日付が変わるなどの不便がないように、会場に設定されている。この線はどこかの期間が制定。 届けで認可をしているものではなく、日付変更線付近に所在する国や地域が国内法で地方標準時を定めているに過ぎない。反対側は本書四五線となる。国際日付変更線付近を東に向けて航行中の船舶で撮影16世紀にマゼラン一行が西回りでの世界一周公開を達成して出発地のスペインへ帰り着いた際、 この日付の矛盾が発覚した。乗組員のピガフェッタは世界一集公会にあたって日記をつけていたが、キロでアフリカの西にあるベルデミサキ諸島に寄港した時、日記に記録していた曜日は現地の曜日より1日遅れていた。さらに、乗組員たちは帰着後に自分たちが記録した日付が正しいとも主張したため大騒ぎになり、 ローマ教皇のところに死者が出される事態にまで発展した。この矛盾は現在では容易に説明がつく。マゼラン一行は地球の自転とは逆向きに世界を一周したため、地球が自転した回数よりも彼らが地球の周りを回った回数が一周少ない。つまり彼らが見た日の出の回数は出発地のスペインに留まっていた人々が見た回数より一回少なくなる。 もし、一行が逆の向きで世界一周をしたならば、一行は地球の時点の回数に加え、さらにもう一回りしてしまうことになるため、日付はついたち減らさなければ、他の人々と日付が合わなくなる。経度180度付近の国々は、日付変更線の西側の日付を採用するか、あるいは東側の日付を採用するかをその国の裁量で自由に決定したり、 変更したりすることができる。そのため、採用する日付の変更が行われると、日付変更線も同時にシフトされることになる。1888年の百科事典に載っている地図。フィリピンに関しては1844年以前のことが、アラスカに関しては1867年以後のことが書かれている。 かつて、スペイン領であったフィリピンは、1844年12月30日まで、日付変更線の東側に位置していた。フィリピンは、ヌエバエスパーニャの一部であり、1565年以降、主婦であったマニラから、メキシコの貿易港であるアカプルコとの間に、マニラガレオンが行き来するなど、長らく重要な交易拠点であった。それゆえフィリピンは、 太平洋の西の端にあるにもかかわらず、長く日付変更線の東側の地域として置かれていた。計算上、ロンドンの時間が火曜日の昼12時ちょうどの時、スペイン本土のセビーリャは同日午前11時36分、アカプルコは同日午前5時20分、マニラは月曜日の夜8時4分となっていた。1840年代の間、貿易の関心は、 中国とオランダ両東インドとその隣接地域に移りフィリピンは日付変更線の西側の日付に変更された。これによりフィリピンでは1844年12月30日の次の日が1845年1月1日になった。1844年はウルード市であるにもかかわらず365日の年として1年が終わった。かつて ロシア領であったアラスカは1867年10月17日まで日付変更線の西側に位置していた。1867年までアラスカはロシア領であり、ロシアの日付を使っていた。これに従い、日付変更線の一部はロシア領アラスカとブリティッシュコロンビア入植地を含む営領をアメリカの間に定められていた。当時ロシアはユリウスをアメリカは フレゴリオ歴を使っていたため、アメリカがアラスカを購入するまで、例えば、アラスカの1867年10月6日は、アメリカにおいて10月18日であった。具体的には、ノボアルハンゲリスクの時間が10月6日昼12時、ちょうどの時、今でいうユーコン巡州のホワイトホースの位置で10月17日昼12時2分。 今で言うブリティッシュコロンビア州のバンクーバーの位置で10月17日昼12時49分であった。やがて統治権がアメリカに移譲され、アラスカは日付変更線の移動によって1日分戻り、暦の変更によって12日分進んだ。ただし日付の変更は深夜12時に実行されたため、日付変更線の移動と日数の経過が打ち消し合い、変更は 実質日付を11日分飛ばすものであった。その結果、アラスカにおける1867年10月6日の次の日は10月7日ではなく10月18日になった。サモア諸島は1892年7月4日まで日付変更線の西側の日付を採用していたが、アメリカとの貿易上の都合により、国王、マリエトア・アラウペパによって、 日付変更線の東側の日付を採用することとなり、日付は7月4日を繰り返すことによって変更され、サモアの標準値はアトックプラス13からアトックマイナス11になった。その後、2011年、サモア独立国とトケラウは、日付変更線の西側の日付に変更した。この時、12月29日の次の日が12月31日になった。 変更する理由として、サモアの首相とイライパサイレレ・マリエレ・ガオイは、2011年時点での最大の貿易相手地域であるオーストラレーシアと取引する際に、日付変更線によって、毎週2営業日が無駄になっていることを挙げた。なお、アメリカ領サモアは、日付変更線の東側の時間帯のままである。かつて、イギリス領であったキリバスは、 1979年に独立した際にアメリカからフェニックス諸島とライン諸島を獲得したが、その結果、国土が日付変更線をまたぐ形となった。それゆえ、観光庁が無線や電話で連絡できるのは日付変更線の東西双方とも平日である週4日間のみであった。1995年1月1日をもって、 それまで日付変更線の東側にあった領域の日付を西側の日付に統一し、日付変更線が国土をぐるりと一周することになった。これにより、標準時がアトックマイナス11とアトックマイナス10の地域がそれぞれアトックプラス13とアトックプラス14になり、結果としてライン諸島は地球上で最も早く新しい日を迎える地となった。 日付変更線をうまく利用した小説がジュール・ベルヌの80日間世界一周である。この物語の中では80日で世界一周ができるかどうかの賭けが行われた。東回りの旅の途中でいくつものトラブルがあり、予定より1日、遅い81日目に主人公達は世界一周の旅を終えて戻った。 しかし、実際の日付は80日後だったことが結末で判明し、主人公達は賭けに勝利する。これは、国際日付変更戦がまだ一般的でなかった時代に、これをトリックとして使ったものである。ウンベルトエイコの小説、前日島は、日付変更戦場にある前日島が舞台となっている。漫画、ゴルゴ13第261話。 生計175度は日付変更線にほど近い、統計178度の島国、フィジーが物体となっている。依頼主はゴルゴに3月25日までに南太平洋大学の副理事長を抹殺してほしいと依頼する。ところが期限の3月25日を終え、3月26日を迎えても一向に依頼を遂行する様子を見せていなかった。ゴルゴは、 整形175度内5度の地点まで向かい、狙撃の目標を待ち構えていたのだ。これは、目標を統計178度、日付変更線、整形175度へと移動させることで、1日前の3月25日にいる目標を狙撃したことになり、結果として3月25日までの狙撃を達成したことになる。ありがとうございます。